よっしゃー、ゲームやってくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。よし、前回はなんか博士みたいなゾンビを倒して、でですね、このね、レッドカードキー使ってないんですよね。でももう戻れないから、おそらくこのレッドカードキーはあれだな、多分前回のステージで使うような感じだったと思う、多分。というところで次のドアに行ってみよう。あー、いや、エイダーは本当復活するんかな。次回とか言ったけど、あんな適当だからな。俺の適当な妄想だからな。さて、ここの三角は、この三角はって、ここはもうマップは、とりあえず奥行くか。うえ、アンブレラ、あら、あ、なんだよ、エレベーターか。やけにエレベーターでかいな。こっちの道からドアがあるね。はい、オッケー。オッケー、オッケー。これ、前のステージに簡単に戻れるようなら、あれだな。こんなに、あ、アンブレラってこんなんだっけ。あれあれなんだね。 1と2、あ、1のステージじゃないね。全然違うわ。なんか前回1のステージに来たみたいなこと言ったけど、全然ちげえじゃねえかよ。全然ちげえ。なんかすごいもうハイテクな、ハイテクなところだな。いや、画面明るくしてよかったな。まあパートね、1か2ぐらい、2か3か、2か3ぐらいに明るくしてよかったわ。でもここら辺全然見えてなかったな。あ、カードで開くタイプ？いい、持ってきてるよ、俺。はい、関係なかった。これじゃないの？レッドカードキー何の意味があるんだよ。使ってないからわかんねえよ。おい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 。さあ、行くぜ、次。うわ、めっちゃ、あ、めっちゃ、凍って開けないんじゃなくなくない。なくなくないじゃん。なくなくないじゃん。さあ、おお、寒そう。うわー、これず、これ放置して、俺、現実世界で寝たらダメかな。死んじゃうかな、でも。ダメだよね。ヒューズケース。ヒューズケースなんてないよ。ここにパソコンって。あ、冷凍庫に、おう、あ、あるじゃん。冷凍庫にパソコン置いたら、ずーっとパソコン使えるんじゃね？やばいな。すげえな。よし、友達に教えよう。友達はほんと、すげえ時間ずっとパソコン使ってるからな。冷凍庫でパソコン使ったら、すげえパソコン持つぜって教えてあげよう。そんな冷凍庫ねえわっていう話やけどな。さあ、使うぜー。うぃー、凍ってるけど動くー。なんか凍ったら動けないイメージがあるんだけどな、機械は。あー、でも水分がないんか、そもそも。水分がないっけ、凍るところがないんか。凍っても最初だけだもんな。長っ。なっけ。メインフューズ取ります。はーい。取っただけなんだ。取ったから何？あー、これで、何かするんかな？いやいや、何かするのはわかるよ。何かするのはわかるけど、どこで何かするの？ここめっちゃシーンとしてんな、ここ。俺の声めっちゃ響くじゃん。はん。はーん。あ、もういいか。もういいか、いいか。さあ、行くぜー。このメインフューズをどうするかだよな。おい、なんか FF7 のマップみたいになってるぞ。FF7 やったことないけどな。あー、カードだよな。これ意味ないもんな。ここはシャッター。シャッターが、反応がない。今なんか面白いこと言おうかなと思ったけどやめた。一人で寒そうやったけどやめた。ここ行って、まだ行く道あるじゃん。よかった。このメインヒューズをどうするんだ。とりあえず走るか。走る走る。こっちでいいよな。オッケー。ここの奥だな。はい、おはようございます。ここは何があるんだ。なんか新しい発展ないかな。なんか後輩になってから結構グダグダになってきたな。なんかあんだけスムーズにやりよった方がいいな。鍵とか見つかって、よっしゃ次行ける、よっしゃここも次行けるとかなって、あ、じゃあここ行った後にここ行けばいいのかって、なんかすげえ頭の中でおーみたいな、もうなんか壊れたパズルをこう組み合わせていくような感覚だったのに、なんか今回は全然違うぞって。うわー、もう右のイヤホン気持ち悪いな。バイオハザード発生時、
バイオハザードの発生って多分あるだろうな。初代1話、初代のね、1の時に、の事件だろうな。OK。まあ、冷静に動けよ、マニュアルでした。簡単な。うわーお、こいつまた燃やすパターンのやつ。こいつまたポターン、ん周りに、お、じゃあこれ。ライター。あ、これ絶対ライターだろ。おい、使う。バシコーン。ふぃー。あれ、あー、なったなった。遅いなー。反応遅いなー。ウェイ。で、おう、え、いけるの？うわ、勇気あるな、こいつ。うわ、俺絶対行きたくないわ。絶対、チラ見して俺やめるタイプやわ。チラ、うわ、待って。待って待って待って。な、こいつら。死んでくださーい！うわ、リッチ。リッチやっけん、こいつ。よいしょ。お、終わった終わった終わった。うわ、気持ち悪いなぁ。同じ動きしてる。同じ死に方してる。大丈夫かこいつら。めっちゃシンクロしとったな。こいつら、アマゾン、ユニゾンキックとかやらしたらすげぇ強そうだな。普通に、あれだな。3番ダメージぐらい与えそうだな。エインクリボーン。これだけか。ユニゾンキックとかわかります？今の人。わかんないでしょ。あれですよ、エヴァンゲリオンですよ。そうですよ、前半まで神アニメだった、後半超グダグダのあれですよ。右から左に来ただけ。あ、だけあれか、鍵開けれたんか。なるほどな。よし、じゃあこっち来てぜ。うん、うえ、ショットガン弾やったぜ。え、もう一個ショットガン弾、なぜ2回開ける必要がある。じゃあ3回目は何かあるんじゃないか。これ3回目にゾンビが来たりしてな。うん、開けれないね。全く開けれないじゃないか。あ、これなんか、これなんか上になんかある。上になんかある。なんか上に端、はい。さっき来たのにさ、なんで今開けれんのや、バカ野郎、こんにゃろう。え、てこれショットガン取っただけ。え、ここは、ショットガン取っただけですか。待って、ここ、そんな、これしかないだけ。いや、そんなバカな。ここ何も回収してないぞ。待って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 、回収してないから、ここ何も回収してないから。なんかないと。お、あ、ガス、これやばいんじゃない。これ一回逃げよう。あ、火炎放射器、いつ、ていうか、大丈夫？なんこれ？火炎放射器 100%。なんこれ？てか、これ出られんな？え、これ、あ、これやばいんじゃない？これやばいんじゃない？これやばいんじゃない？あー、これで出られるってわけね。なんだよ、火炎放射器あるじゃねえかよ。ということは、この火炎放射器を使って、あれなんだな。さっきの冷凍室に行って、何かを起こすんだな。何かを燃やすんだな。あ、待てよ。ここ、ツルが邪魔して。あ、間違えた。ショットガンじゃん。装備。火炎放射器。火炎放射器。これ火炎放射器。わー、2使っちゃった。2% 使っちゃった。超もったいね。内装は、どうしたらいいんだ、これは。この火炎放射器持って、とりあえず別のところ行ってみるかと思ったけどさ、多分ないと思うんだよ、行く場所が。ほら、あるやんけ。反対側。反対側行ってなかったわ。反対側全然行ってなかったわ。はいー、はいー、はい、反応がない、はいー。火炎放射器は何に使うんだ。とりあえず戻るか。最初のでっかい扉って何、どういう理由で開かんのやったっけ。火炎放射器を使って何をするんだろう。あ、メインフィーズこれか。なんだよ、そんな使えなかった。
調べてなかったでござる。あ、これでシャッターが開いたぞ。やったぜ。行くぜ。なんだよ、最初の扉とかそんなでっかい扉と関係なかった。全く関係ねえよバカ野郎。さあ行くぜ。おい、これ開くな。絶対絶対開く、絶対開く。これで開かないと詰む。なんかいる火炎放射器。わっしゃー、わっしゃー。あ、太いってない。うわ、痛い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 。わっしゃー。オッケー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 。めっちゃ炎に焼かれて死んだな。わーい。はい、おりおい、いいね。ちょ、回復しよっか。えい、使います。もちろん使うぜ。で、取らずに下に行きます。おい、これ火炎放射器使いすぎてからあの次のイベント使い、あれ進めんくなったとか言ったら嫌だからね。ああ、大丈夫や。わ、気持ち悪いなー。何があったんだ。そ、ウイルスってこんなにすごいのか。俺もウイルスこうやって家で作ろうかな。こうやってこうで、どうやって作るんや。ライス菌なら作れる。ツバ生えときゃそれだけでライス菌。うわ、びっくりしたー。あ、熱いだろう。俺、はい、おりー。はい、丸焦げ。はい、熱い。あ、積もったら死んでなかった。あ、撃てないだと。バカな、もうなくなった。うわ、火炎放射器、ゴミ放射器。あ、あれ止まった。え、待て待て、おーい、こんにちは。待て、おーい、俺セーブしてない。私セーブしていない。これどういうこと。待って、フリーズした、フリーズした。待てよ待てよ、まだ諦めないぞ俺は。まずはプレステ2の蓋を開けて閉めると起動する。起動した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 。起動するんかい。じゃあ回復してから起動した。やった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 。皆さん、うおほほ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 ほ。皆さん、フリーズしたときは、プレツのね、蓋をパカッて開けてからね、もう一回ピッて閉めたらね、治ります。治ったね。普通に治ったね。おーい、ハーブいっぱいあるね。ハーブいらないね。ハーブ取っとこうか。ハーブ取って、ホワーブ取って、合体しよう。ハーブ、ハーブ、ハーブ、ふぅ。さあ、いくぜ。で、ここは頑丈なシャッター。これは多分逃げ道だろうな、いやしかしすごい映画撮れたな。完全に完璧にあれでしょう、サムネでしょう、サムネイルな。なんでサムネってサムネイルって言うんだろう。全然意味がわからないよ。すげえ今更だな。おい、撮りました。イエーイ。お、ハテナになってる。さあ行くぜ。そんなんどうでもいいんだよ。お、いいねいいね。セーブをしようか。うん、セーブをしよう。セーブをするのもいいけど、このレッドカード使わんな。いや、持っとくか。とりあえずセーブをとりあえずしてからの。いや、フリーズするのちょっとびっくりしたな。フリーズして、うわ、あそこまで戻るのかめんどくせえなと思ったら、思ったら治ったというね。よかったよかった。本当によかったよかった。さあ行くぜ。こっちの奥は、うわー、なんか上から降ってきそうだな。ゾンビがバーンみたいな、ゾンビがボーンみたいな。お、なんか卵あるぞ。お、ウジ虫、気持ち悪い。あ、待って、ウジ虫嫌いなんだよ。あ、カードで開くタイプ。はい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 、してます。うわーうわ、やだよ、ウジ虫嫌いなんだよ。ウジ虫もこの世で一番嫌いな虫はウジ虫だからな。いや、蜂だな。蜂は強いから。あ、あー、マジか。レッドハーブがあるのか。よし。覚えたぞ。
うちの奥は？お、なんか一つだけ光ってる。これ絶対開くパターンのやつ。鍵開ければ、鍵あれば。鍵なんてないよ。おお、びっくりした。勝手に開くんかい。うえーうわー、気持ち悪い。はい、近くで撃ったショットガンは本当に強いな。あ、これ2人以上いるなら2人いっぺんに、やりたかったね。やりたかっただけでやった。いないな。うん、まあこいつ1体ぐらいなら別に無視しながらいける。うん、何もなさそうだなと。邪魔ならうち、まあ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 。うわー、近いな。うお、こっち見んな。お前一瞬こっち見たな。で、一回わざと捕まって、レバーガチャして、落として、後ろに下がって、いや、もう一回捕まって、後ろに下げて、で、相手がまとまったところで、5、4、3、2、1、0! オッケー。これみんないっぺんに死んだかな。死んだっぽいな。よっしゃー。おラボカードキー、やった。このカードキーが欲しかったんだよ。ラボだよ、ラボ。おーい、みんないっぺんに死んでる。やっぱみんな死んでる。いいね、いいね。さて、こっちは何もないね。とりあえずカードキー手に入ったから、いろんな場所行けるようになったぞ。あのカスタムショットガン強いな、さすがやな。一発で3体のゾンビども粉砕したからね。粉砕、玉砕、大喝采。全然似てねえ。あれだな、海馬瀬戸の真似をする人はなかなかいないな。海馬瀬戸モノマネ芸能人とかいないかな。絶対笑うわ。元ネタ聞くだけでも相当笑うのに。カードキーじゃダメなんだよな。オッケー、はい、分かってます。じゃあ別の奥に行ってみようか。ここなんかなんもないよね。オッケー、さあ行こう。次次。あー、時間帯が微妙だな。今回カットなしだから、もうセーブしてやめようかな。今回はセーブしてやめちゃおう。セーブどこだっけ。あれ、セーブどこだっけ。ウジ虫の前だから、あ、ここだここだ。ここの前の扉だな。よーし、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。なんか発展があんまりないな、けどいいんだよ。今カードを直そうかなと思ったんですけど、まあ、結局セーブするときにレッドリボンじゃない、インクリボン直すからいいかなと思ったんで、今回はここまでにしたいと思います。でここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。